大好きだけど、縄で縛られてどうですか？あ、気持ちいい。やりづらい。はい、こんにちは、ハロー、ニーハオ、井上正弘です、私はですね、今非常に緊張しております。なぜかと言いますと、ここ見てください。これやばくないですか、これ。非常にですね、ここの吊り橋ね、怖いです。今日はまたこのジサリスの、撮影に来ている、インクの特撮の撮影に来ているんですけれども、今日は、まあ、ガルフとガリアですね、ガルフとガリアとの、まあ、お芝居のシーン、まあ、絡みのシーンを撮りますということでね、まあ、僕の推しであるガリア、そしてなぜかちょっとねバージョンアップしてるガルフとのシーンなんで、まあ、果たしてねどんな感じで撮影しているのかというのでね、極力お届けできたらなというふうに思いますので、それでは今日も行ってきます。楽しいね。セリフ覚えてるんですね。当たり前やん。めっちゃ動くで。今日のガルフさんファンキーだな。ガルフさん、隣にアイドルがいて楽しそうですね。そんなわけないやろ。何やってんだ。何やってんだ。よっこらせみたいな、よっこらせみたいなね。次ガリア、うん、ぼちゃらけ出ますねガルフさん、はい、マントの位置をきっと修正してもらってますね、よく見えるように。じゃあテスト、よーはい、スタート。はい、エンちゃんガルフさん、はい、ドゲンジャーズはどっち撮影大変ですか？ドゲンジャーズかな。ドゲンジャーズなんだ、どの辺が？いや、いかにこう悪を見せつけるかよね。ああ、僕はね次あのガルフと、アクションなんで、ちょっとねボコボコにしていきたいなと思います。右左、調子に乗んな。ガルフさんのかっこいいシーンですね。かっこいいシーンですよ、ここ。下がってろ、はい、下がってろ。やっぱね、普段悪事を働く以外に、ま、今日は撮影できてますから不慣れみたいですね、ちょっとね。さあ続いてですね、ガリアさんの本番、お芝居の本番みたいです。じゃあガリアさんはね、どんな感じのお芝居なのかちょっとね気になりますけれども、ちょっと見ていきたいなと思います。結構ガルフさんはお芝居に苦労してましたけど、ガリアさんどうですか？まあ兄ちゃんよりはできると思うかな。あ、なるほどなるほど。さあいけるのかな、お芝居本番いきますね。本番、よーい、はい、今のうちに逃げよう。カット、オッケー、オッケー、ただガリアさん一発オッケーですね。すごいすごいっすね。やったね。すごい、できますね。練習したもん。あ、セリフとかも覚えてきたんですか？セリフはちょっと忘れちゃった。あ、セリフは忘れてるんですけども、じゃあ忘れてるところはアドリブでやってるんですか？アドリブで乗り切った。すごいな。さ
さすがですね、ガリアさん。ありがとう。ちょっとお兄ちゃんにも教えてあげた方がいいですよ。大丈夫だと思うよ。うん、言っといてください。はい、ということで本日撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした、この撮影は。結構お芝居とかアクションとか今日あったと思うんですけど、うん、すんごい楽しかった。全然なんか動きが鈍かったんですけど、いつものどうしたんですか。いつものちょっとね、輝きが、うわ、ちゃんとそういう実践は大丈夫なんですね。実践は大丈夫ですけれども、なんかやっぱり芝居になるとダメみたいですね。マリアちゃんはどうでした。戦うシーンが全然なかったから、うん、兄ちゃんよりは楽したかな。あ、楽したんですね。でも走ってたじゃないですか。うん、結構その走るのは大変だったんですか。走るのは酸欠しそうだった。ん、酸欠。酸欠。あ、運動不足なんですね。なんか見た目犬だから結構そういう走るのとか全然無尽蔵な感じはするんですけど、結構疲れるんですね。犬じゃないから。あ、犬じゃないんですか。うん、そや、狼だから。あ、犬じゃないよ。でも犬と狼って同じようなもんじゃないですか。違う、全然違うから。全然違う。違うんです。全然違う。じゃあメス犬に好かれるのとメス狼に好かれるのだったらメス狼の方が嬉しいんですか。まあ、うん、まあそうかな。そうらしいです。うん、あ、なるほどなるほど。え、人間は好きなんですか。人間は弟子になってくれるからね。うん、あ、なるほどなるほど。そういう考え方なんですね。うん、はい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 。ちょっと芝居やってみて、まあ、今後もちょっと続けたいですか。またやりたい。うん、あ、そうなんですね。はい、じゃあちょっとなんか悪者ということで、なんか。まあ、世界征服しようとしてるんですよね、一応。侵略するよ。うん、ちょ、設定がごちゃごちゃしてるんですけど。設定よ。ちょっとお芝居今後もやってみてください。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちゃんとやってね。ちゃんとやってるし。